ートドベンハルミです。ちょっと前に国際結婚なんだっけ違うあブラジル人との恋愛とかそういう話かの動画を上げましたが、今回もちょっとそれに通じるんですけど、その前回の動画ではどっちかっていうとポジティブな話をしたと思います。今日はちょっとネガティブな方の話をしようかなと思います。今回は恋愛っていうか結婚です。国際結婚に関しての現実、やっぱりありますよ。どんな結婚生活でも辛いことってありますが、今日話すのはその中でも国際結婚ならではのことに、注目して、私なりの6つのポイント、まあでも多くの人に当てはまると思います。相手の交友関係が疲れる。前回の動画で、私はブラジル人と結婚してます。ブラジル人って家族ぐるみの付き合いとかが多いから、相手が友達と飲みに行ったりするときはもう必ず私も一緒に行く。家族での集まりが本当に多いんです。もう毎週末に限らず、もう週の普通の日でもちょっとしたことでも家族一緒になってご飯食べたりとか、別にご飯とかじゃなくてもなんかよくわかんないけど、とにかく家族が一緒になることが多いんですよ。そういうのにいちいちこう付き合わないといけないっていうとあれですけど、それが普通だから、前の動画ではね、そういうところがなんか素晴らしいみたいなポジティブな感じで話してましたが、実際のところはそんないいことばっかりじゃないです。やっぱり、まあ、一言で言ってしまうと、もうめんどくさって思うこといっぱいですよ。私初期の頃は心から、いや素晴らしいな、ブラジル人ってやっぱり温かいなって思ってたけど、まあそれがね、なんか違うぞって思うまでにはそうそう時間かからなかったね。まあやっぱもう家族、友達との関係がもう密すぎて、特に家族ね、めんどくさい。まあ例えば、これどうしよう、ポルトガル語のあれ字幕つけらんないな。もうブルーノとお母さんね、お母さんからの電話が毎日とかは当たり前です。毎日1本とかじゃないですよ。もう1日のうちに何回も電話かかってくるし、まあ私にはそんなにね、やっぱ気使ってそういうのはないかったけど、電話まで行かなくてもテキストでね、WhatsApp とかで、トゥドベインみたいな、おはようとか、もうたわいもない、ただの挨拶です。うん、そのトゥルベンが毎日のように来るんですが、なんか変わったことあったとか、いや特にないですよね。毎日普通に平凡な感じの生活を送ってます。そんな変わったことないし、ちょっと変わったことがあればこっちから報告するし、子供がどうかしたとか、でもちょっとくらいの例えば熱出したとか風邪とかだった私、特に病院とかも行かないし報告しないし、でもブラジルってね、そういうのもね、何でも筒抜けなんですよ。やっぱそういう関係がね、人間関係めんどくさっていうのはありますよ。どっちかの国とは必ず切り離される。違う国同士の人たちなので、もちろん結婚した後にどっちかの国に住みますよね。まあどっちかの国か、もしくはまた第三国ですね。私たちが今現在やってることです。アメリカに来るまではブラジルに住んでたから、ブルーノは自分の家族や自分の友達だったり、まあ自分の国にいるけど、私はもう日本から離れてる。だから友達からも家族からも日本食からも、もう文化も全てですよ。全てから切り離された状態、そういう生活になる。もうそれは必須ですよね。まあそれによってどんなことが起きるのかっていうのは、まあご想像にお任せします。単純に航空券お金かかりますよね。私たちブラジルに住んでた時、今ちっちゃい子供が3人いますが、その状態でもし家族全員で日本に行くとなると、いくらかかるか、航空券だけでまあざっと見積もっても60万円くらいはかかります。小さい子供3人でですよ。これがもうちょい大きくなるとさらに高くなるので、まあ、そんなに変わらないけど70万くらいいっちゃうんじゃないですか。はい、航空券だけでです。まあ、ちなみに今アメリカにいて多少近くなりました。でも航空券はね、まあ、若干安くなったけど、それでも家族5人での移動ってなると全員で、45万とか
もうちょっとかかるかな、50万くらいかかるか、かかっちゃうか。まあ結構大変ですね。あとどこにお金かかるかっていうと、国際結婚ならではのね、子供が二重国籍になったりするので、まあ、二重国籍いいなって思う方もたくさんいると思うんですけど、私だって羨ましいです。私も欲しかった。私の子供たちは二重国籍です。そうなると、まあ、パスポートも2冊日本とブラジルと持ってるわけですが、このパスポート取得とかもお金かかるんです。特にブラジルってね、高いんですよ、パスポートが。基本大人だったら10年のやつ取れます、日本と同じようにね。でも子供です、問題は。0歳だともう1年の有効期限のやつしか取れないんです。で1歳になると今度は2年有効なやつが取れて、3歳になると、違う、あれなんか飛ばしたぞ。0歳が1年、1歳が2年、2歳が3年、3歳が4年のやつ取れて、4歳になるとやっと5年のやつが取れて、その後は日本と同じ大人になるまで5年かな。あれどうだったっけ、うん、大人は10年のやつ取れます普通に。で問題になるのが料金ですよ。料金がね、これ日本のパスポートだったら5年用と10年用で料金違います。しかもその中でも12歳以下の子供だったらさらに安くなかったっけでね、そういう料金設定が違うんだけど、ブラジルはね、料金がね、均一なんです。だから1年用でも10年用でも同じ料金を払ってパスポートを申請するので、頻繁に海外に行ったりっていうことになると、本当ね、もう毎回毎回子供たちのパスポートを取らないといけないから、かなりの出費になります。わかりますよ。子供のパスポート。だいたい日本の方がね、おかしいですよ。だって、私の娘が4歳とかもほとんど5歳になる時ですよね。今か。今、まだ有効のパスポート見ると、もう赤ちゃんの時の写真なんですよ。どう考えても違うじゃないですか。だから、0歳の子供に5年いけるパスポートを与えるのってどうかなって思いますよ。せめて写真だけ変えるとか。その点はブラジルは、やっぱセキュリティの問題でね、子供が国外に出るとき、親の同意書とかが必要だったり、その辺はやっぱセキュリティがすごいんです。まあ、それだけ危ない、危険ってことなんですが。結婚するのもなかなか大変です。私たちも、そうか、結婚した当初はもちろんまだ YouTube もやってないし、そういう話ってしたことないか、特に。大変だったんです。また機会があればそんな話もしたいなと思いますけど、結構ね、質問来るんですよね、私のとこに。まあそういう問い合わせは直接、領事館だったり、大使館だったり、市役所だったりっていうところに問い合わせた方がいいとは思うんですが、結構ね、コロコロ変わるし、私たちが手続きしてた時も、インターネットとかいろんなとこで、違う。直接領事館とかで教えてもらった情報をもとに書類を作成して持ってったら、それちょっと変わりましたって、つい先週変更になりましたって言って、そのせっかくお金をかけて作った書類も全然役に立たなくってっていうことがありましたね。あった。結構コロコロ変わるんです。それブラジルの方です。ブラジルの方の書類。一筋縄ではいかなかったです。両国で手続きを済ませないといけないので、はい、その分お金もかかります。これ結婚だけじゃないです。離婚もね、結構大変なんですよ。もし例えば離婚ってなった時にどういう手続きしなきゃいけないのかってまた調べないといけないし、簡単には別れらんないですね。で、またそれにもお金かかると思います。見たいテレビや映画を必ずしも共有できない。なんかたまにこう笑いのツボが違うとかそういう話もありますが、ブルーノと一緒に何か見るっていうと、やっぱポルトガル語の字幕がないと一緒に見れないですよね。字幕があったとしても、例えばお笑いとか、私お笑い好きなんですが、笑いのツボって国によって違うし、笑いって難しくって風刺とかもあるし、その国の文化とかそういうの背景が分かってないと笑えないから、笑いのツボが分かんないから、お笑いってまず一緒に見るのって結構難しいと思うんです、そもそも。それ私今はそこまで感じないんだけど、別に自分が見たいものは自分一人で見ればいいやってもう割り切ってるんですが、昔、ずっと昔です、もうブルーノと全然出会う前ですは、結構そこで、いやお笑い一緒に見れないっていうのは辛いなって思ってた若かりし頃がありました。今はね、別にもう一人で見ますみたいのは。でブルーノも自分が笑いたいやつは一人で見るし、強制してこないし、まあでも本当だったらね、一緒に見て
うん、笑えたらもちろん楽しいし、まあ笑いだけじゃなくて何でもです。映画にしてもアニメにしても字幕がないものに関しては一緒に見れないっていう、そういう寂しさはありますね。子供が日本語を話さない可能性もある。これまさに私たちが今直面してるあれでもあるんだけど、なんかやっぱバイリンガルとか、うちは今トリリンガル状態ですが憧れると思うんですよ。私も憧れてました。羨ましいです、自分の子供たちがこの環境が。ただこれっていいないいなっていうほど簡単なことじゃないし、いいことばっかりでもないし、あんまりこのマイナスの面ってこう表に出てこないなっていう感じがありますが、それだけねやっぱなんかキラキラしてますよね、バイリンガルとか、うん、海外とかってどうしてもねイメージが。もちろん楽しいことはたくさんありますよ。ただ楽しいことばっかじゃない。私は今自分はそうじゃないけど、そういう環境で育ってる子供たちがいるので結構興味深く、私は全然バイリンガルじゃないし、ちっちゃい時に海外に住んでたとこはないけど、割と早い段階で海外に出たので、16、17でも海外に出たので、まあ、思春期だった。想像するのは楽です。まあ、自分が親になり、子供の言葉をどうするかっていうね。親が日本人だからって、子供が必ずしも日本語を話すようになるわけではないんですよ。やっぱここはもう親次第。親の努力次第だし、親、努力っていうか親がどうしたいかですよ、まず。どういう方針で育てるか次第なので、場合によっては日本語を喋らない可能性もあります。うちの娘たちももしかしたら今の感じを見てると、おそらく日本語を喋るってことはないと思います。実際そうなってますね。欲を言えば喋ってほしいですよ。たまにね、私勘違いされるんですけど、私は日本のこと好きじゃないとか、なんかアンチ日本みたいな、たまにそうやって思われる方がいるみたいなんですが、別に全然そんなのない。日本好きだし、日本語好きだし、子供にももちろん日本語喋ってほしいし、日本の文化とかそういうのを学んでほしいって思うし、でもその反面いろんなまあ思いがあって、まあ話さないっていう、のもまあ、そういう可能性もあるかなと。それを受け入れるには、まあ受け入れるのは別にそんなに難しくないけど、寂しさは正直あります。だからそこがちょっと辛いとこといえば辛いとこかな。私自身はいいの、別に何語喋ってくれても、まあ理解できるから、英語でもポルトガル語でも日本語でもね、何でもいいんです。ただジージバーバですね、日本のとか、その他もろもろ友達とかね、そういう人たちと会った時にそこのコミュニケーションがうまくいかないと、どっちもかわいそうだなって思うから、そこです。そこだけ。またね、話が脱線しそうなので、今日はここまでにします。ということで、ね、今日はね、何の動画だったっけ、そう、国際結婚の現実、辛いとこ、実際はこんなちょっと難しいところもありますよっていう、まあ、割と代表的なことじゃないかなと思います。大体の人に共通するのではと思います。この中にね、普段の生活習慣とかそういうのがないって気づかれた方いますか？私自身がね、本当にね、日常のこの生活習慣の違いとか、考え方の違い、価値観の違いとか、などがそういうことに関しては全く別に難しさとか、国際結婚ってやっぱ大変とか、それは本当にないんです。全然ない。変な習慣持ってるとかあるかもしれないけど、 もし他の人だったらそういうの感じるかもしれないけど、私は全然感じない。もうそれぞれ違うって思ってるから、そもそも。それにそういうのも含めて自分と会う人を選んでるわけだから、別にね、そんなんね全くないです、私はね。はい、というわけで、今日もご視聴ありがとうございました。ぜひ高評価、コメント、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね、チャオチャオプロスモ、チャオチャオプロスモ、じゃあね、チャオチャオアテプロスモベージュ。